社長のクラウンやっちゃおうかと。じゃあ、あれはやりすぎだろ、さすがにケンちゃん。だから、はい、来い、はい、お前本当にしばくぞ、今日怒られてばっかやろ、お前。そういうとこやろが、俺、本当。ちゃうんけ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、今日はちょっと足場班の、なんなら急になんか呼び出して、はい、呼び出させてもらいました。大丈夫結構ちょっと社長にいろいろやられて溜まってくるものがあったんで。誰が、お前らが、はい、ね、結構バチバチにやられてるんで、うん、で、それを何、そうです、手を貸してほしいと。はい、そういうことね。そういうことです。で、何で今回ここに4本のスプレー用意したんで、社長のクラウンやっちゃおうかと。やっちゃうの？やっちゃいます。前やった、やったっすよね。前やってる昔なんで、あの時よりもっと派手にやっちゃおうと。大丈夫？まあ大丈夫大丈夫じゃなかったら、あのみんなで死にましょう。みんなじゃないよ多分。いや企画者っすよ俺らは手助けだよな、うん、作戦はどんな感じなの？はい、このスプレーの、まあ、作戦としては、うん、もう本当に社長今外出てるんで、うん、帰ってきます、うん、それをあの外で僕ら隠れて、うん、あの見張ります、うん、で入った瞬間にボンネットですね、うん、ボンネットガーッとマスキングして、うん、もうみんなでバッとスプレーかけて、うん、もうあの白いのをいろんな色にしてやろうと。ああ、そういうこと、はい、塗ったら帰っていいじゃん。いや、ちょっとそれは全部やっていいですか？そうですよね。塗ってはもうあとお前らやってる。いや、最後の報告まで一緒にやってほしいですね。なんで報告なしだっていいの？いいや、報告なしでいいやん、うん、俺らだってそのまま帰る。なんかどっか出てこないってなってうーいってなったらいいんだって、うん、いや、とりあえず社長が帰ってくるまでちょっとそうだね、隠れてスタンバイしましょうか。はい、すいません、協力お願いします。お願いします。あ、それ多分あの切っとかなかんす、来るときは。あ、来るときは車でこれやっとったらもうアウトなんで、それは作るか分かんない。怖いですね。怖いですね、このガチドッキリは。リュウジ、はい、これ開けてくれんと俺出れんでね出遅れるぞ誰か開けてくれよ、ほったらかしやめろよ。僕家持ちたい。おとなしいなるぞ。これで一旦電気消します。はい。社長待ちます。待ちましょう。多分もうすぐ来ると思うんで。了解です。寝とったら起こして。はい。あ、来ました。揺らしたのか。いや揺らしちゃダメです。バレちゃいます。そんなと連絡つとだったもん、あれはしんどい、この体勢我慢しろ。早く社長上上がってくれ。長いな、あいつ。長いですね。お、ライト消しましたね。お、あ、入ってた。でも本当に上だけの方がいいですね。でもここの脇に入らんような感じで。ここに乗りつくよ。マスキングテープも必要だから、お前。いや、すぐ乗ったら大丈夫です。マスキングテープ置くとやっぱり。いきなり来た。右からちょっと。うわ。何これ取るんすか。何これ、シンクやった。シンクやった。虹色の線、虹色の線。くっさ。うわー、すげえ。すごい、いいね、綺麗だね。それでここ分かってみる。薄いな、これ。
てですね、もう完璧な現代アートが出来上がりましたね。まあね、すげえ。でもこっからペロロって剥がしたらこんなのすぐ剥がれるよ。あ、全部多分いっぺんに綺麗に剥がれると思います。本当。俺もやったのかもしれない。何でやりますか。何が顔で顔でやるんですか。隠れるらしいです。やばかった。いや、どうやって隠れるの。大丈夫かな。そうですね。もしもし。もしもし。今もう。いや、後ろにおった。いや、いないです。いないです。どう？いないです。お前。え？お前？何のことですか？いや、お前、お前って何のことですか？何のことって。何言ってんの？これ。いや、あの、ちょっとだってドッキリやっちゃいいけど動画の編集してました。いや、動画の編集してました。動画の編集じゃない。え、どこにおる。知らないです。知らんじゃないと本当知らんぞ。知らないです。じゃあお前これがやる気だぞ。アホかお前。いや、 YouTube です。どこあいつ。あ、呼べ。これはいかんぞ。あそこに社長室入ってます。社長室なんか入ってます。なんでこんなことやる。いつやったのいいやろ。はい、いつお帰ってきた。帰ってきてからすぐ。まだ寝とるんだぞ。お前もとったら誰がやってるのケンちゃんなの。誰がやったの。じゃあ、あれはやりすぎだわ。さすがにケンちゃん。じゃあ俺か誰か知らんやん。俺もう帰りてんよ。帰りたい。足りねえじゃん。ちょっとあれはさすがにやりすぎだよ。そんなめちゃくちゃやっとるわ。誰これ見とんの。なんだお前出てこい。これいいしかこれ。お前あれ誰おんの。
なんかいじりもされたやつだよ。じゃあお前らよ、ちょっといい加減にしろよ、本当に。さすがにいないぞ、お前あれは。おい。だから。はい。来い。何が言いやしっぺだ。あ？ねえだろ、お前。こいつらやったらお前、俺の前。売り方が早いね。俺の目だけでお前死ぬわ、こいつらは。じゃ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 、ほんなもどうすんの、金かかるやん。家塗ったの十分だろあれ。なんだこれ。じゃあほかお前ら本当。ちょっと緊張目がいいやん。ちょっと何でやってもらえるな。ちょっともういいやろ。なんか面白くねえだろ。うんなかった。面白くあれ誰ショーどこ行った。こんな街行ったらうわ。ちょっとなんかどうした。なら、え？ちょめショー、おい、ショー。ちょ僕ね、どうしよう、え？ちょお願いします。ちょいや違う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 音だけが寝てました。音だけ。じゃあどうするの？どうやって直すの？あ、まだ行くだろう。いい、大丈夫、明日また白のペンキ買ってくる。わっ松江さん松江さんこれダメです。なんか呆れとるよ。楽しかったですよね。もう俺らは楽しかった。お前本当にしばきぞ今日。お前怒られてばっかやろお前。そういうとこやろお前。俺ほんとちゃうんかい。はい、今日怒られてばっかやろお前。はい、だからか、だからこっち今日怒られてるもん。だからだから、そういうことだな。だから、いちいち上田にめちゃくちゃ練習したってこと。じゃあなんで今日俺らのね。じゃあお前だからやっぱり犯人よ、お前。お前、今日俺に怒られた仕返しか。おい、いや違います。めっちゃ汗かいてるけどな。暑いっすね、暑いっすね、なんか。面白い、この数字の見方は分かったもんか。はい、いくついくんだ、これ。これですか、うん、1万で。ちょっと待って、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 これ練り替え道場気づくかどうかって聞かれて、あんなことされたらお前一本じゃお前困るわ。どうか、よし、この番ね、ただじゃ死ね。あ、じゃあマッチングアプリちょっと宣伝してよ、ケンちゃん。マッチングアプリ、マッチングアプリ、あんまりこうマッチングアプリをあんなことやる人間がよくわからん。お前叩けばな、伸びると思って叩いてくるけど。マッチングアプリがあるそうなので、一度見てください。ライフトソンのマッチングアプリがやってますね。あのもう一般の方、まあ、だってああいうふうに経営に見えるのかな。マッチングアプリ、あんなことも言ってくれる。いや、宣伝もしてよ。車乗ってほしい人はまた行くよ。しびれ企画で、うん、それです。かっこいい。出るとちょっと後ろ向いて、後ろから前に出てくる。マジでやった。